やっぱりクッキーは美味しいなー。あーんビームーガチャピーもうすぐご飯の時間ですぞー。あーお菓子食べてるんですか？だってこれとっても美味しいんだよ。いやでもご飯食べられなくなっちゃいますよ。僕も食べない？私は食べません。珍しい。だってご飯の前ですもの。ガチャピンもね、ご飯の前にそんなにたくさん食べちゃダメですよ。いいの、僕はお菓子を食べます。ああちょっとガチャピン。聞いてくださいよ。やだよ、僕はお菓子を食べたいの、今食べたいの、今が大事でしょ。ガチャピン、もうご飯をちゃんと食べないと立派な大人になれませんぞ。ほんだ、今日は一人お菓子パーティー開催するんです。まったくしょうがない。こうなったらお菓子パーティーパーティーパーティーフーフーフー。ガチャピン、あ電話ですぞ。あムック出ていいよ。はいはいはい。もしもし、青鬼です。ん、何の用ですか？いやそれがガチャピンが言うことを聞いてくれなくてですね。また言うこと聞いてないのか。はい、何回言ったら分かるんでしょうね。全くなんです。今からお宅に行けばいいですか？お願いします。お家の場所をメールで送っておいてもらえますか？あ、はい、その前にとりあえず子供と電話代わってもらえます？はいはい。ほら、なんで言うことが聞けないんだ。何、こんなにお家の人を困らせて言うことを聞かないと鍋に入れて食べるからな。鍋に入れられるのは嫌です、嫌です。しっかりと聞くように。わかったな。はい、ちゃんと僕の言うこと聞きます。ガチャピン、ご飯の前にお菓子をたくさん食べちゃダメですぞ。はい、ごめんなさい。ガチャピンチャンネル。はあ、ご飯美味しかったな。なんだか眠くなってきちゃった。歯磨きしていないけど、もう寝てしまおうかな。ガチャピン、歯磨きしましたか？私はバッチリ磨きましたぞ。あーもう偉いね。僕はね、もうね、このまま寝てしまおうかと思っている。だってほら、こんなに歯綺麗だから大丈夫だと思っているんだよ。ガチャピン、ご飯を食べた後は歯磨きですよ。だって今めんどくさいんだもん。もう僕は寝るの。もうしょうがないですね。こうなったら、はいはいはい、ガチャピン、またお電話ですぞ。誰だろう。はい、どうぞ。ポチッとな。いてて、いてー。誰？私は配達殿下。配達？つかぬことをお伺いしたい。何でしょう。お宅の子供はちゃんと歯磨きをしているかね？してませんぞ。もししていないようなら、ぜひ私に教えてほしい。教えますぞ。私の役目は、この指先から出る強い電流で寝ている人間の歯に穴を開け、ほじくり返し虫歯にすることなのです。想像しただけで歯磨きをしていない歯はボロボロにしやすいので、ちょうどいいのだ。ダメです、ダメです、ダメです。おや、まだ歯磨きしていないようだね。だってほら今お電話してるから。もしも寝るまでに歯磨きをちゃんとしないようだったら、今晩お宅に伺いましょう。いいです、結構です、来なくていいです、来なくていいです。あ、なに、あ、ちょっと待って、僕の話を聞いてください。あの、来なくていいって言っているのに。
チャピンがだんだんいい子になってますぞ。ガチャピンチャンネルですぞ。さあ、今日は静かに読書をして過ごしますかね。あー、これ面白すぎる。床をどんどんしてまでお行儀悪いですよ。え、だって面白いんだもの。そうかもしれませんけど、あのね、私は今静かに読書をしているんですから、もう少しこう気を使っていただいて、ね、これほら、地獄まで聞こえるその声でみんなが迷惑しているのがわからないのか。私も仕事に集中できん。いいか、これ以上騒いだら地獄に連れて帰るぞ。人に迷惑をかけないこと、お家の人の言うことをよく聞くこと、地獄へ来たくなかったらその約束を守るようにな。分かったか。はい、分かりました、分かりました。ガチャピン、静かにしてくれますか。あ、ごめんね。分かってくれればいいんですぞ。なんか、僕も怖い。ガチャピンチャンネルですぞ。ムクに迷惑かけちゃったから、ムクが遊んだおもちゃを片付けてあげよう。さて、おもちゃを片付けますかな。あら、え、ガチャピン、私が遊んだおもちゃを片付けてくれたんですか。え、どういうこと。だってさ、ほら、ムクの読書を邪魔しちゃったりとか、いろいろね、悪いことしちゃったから、ムクが遊んだおもちゃをお片付けしたの。あら、ありがとうございます。どういたしまして。ガチャピン、偉いですぞ。そんなことないよ、当たり前のことだよ。そうだ、 あの人にも教えてあげないといけませんね。あの人、はいはい、ちょっと待ってくださいね。何、あの人って何ね。もういいよ、もう僕もういいよ。いいってば、僕もういいったら、いいよ、僕いいったら、もうお電話はいいよ、もういいって、いいって、いいって。すごく反省しているからね。もういいんだよ、僕もういいからね。いいって言ってるじゃん。もしもし、赤鬼です。今度はどうしたんですか。いや、ガチャピンがね、私の分のお片付けをしてくれたんですよ。ほう、お手伝いをしてくれたんですか。はい、偉いですね。そうでしょう。ちょっと電話に代わってください。はいはい、ガチャピンにお電話ですぞ。ほら、もしもし、赤鬼です。僕ね、あれから反省したんですよ。お手伝いをしてくれたらしいじゃないか。あ、そうなんです。偉いぞ偉いぞ。そうですか。いい子だいい子だ。そうですか。いや、すごく助かったみたいだから、はい、今後もいっぱいお手伝いしなさいね。あ、わかりました。これからもその調子で頑張るんだぞ。はい、この調子でね。またな。また、はい、またぜひぜひ。どうもありがとうございました。わざわざお電話いただきまして恐縮です。あ、もう褒めていただいちゃって僕照れます。どうしよう。あ、もう嬉しい嬉しいから、僕おもちゃで遊びます。え、あ、ちょっと、せっかくお片付けしたのに。イエイイエイイエイ。
してくださいね。